ちょっと待って。先にタワーの俺した方がいいな。クロインパさんいちごありがとう。ちょっとさ、今日のさ、今日あのメールに桜の山さんバラありがとう。あの桜のなんかね、あのジュース、あのお茶、桜を、桜茶、桜茶、桜緑茶買ったって言ったじゃん。それにさ、おみくじがついててさ、見て、あのこれ大丈夫、これあ大丈夫、大大大吉、大大大吉だった。私大大大吉、怖いものなし、希望を持って進んでいこうだって。怖いものなしらしい私。桜みくじ大大大吉、ラッキーやったね。これ一生掲げて生きていく。今日だけとかじゃなくて、多分一生掲げていいやつだと思う。これしかもね、たま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 だったよ。しかもこの大大大吉、あ、ただいま帰宅中、おかえりおかえり。え、さくらちゃんおいしいよね。なんかさ、なんかさ、桜緑茶か、桜餅みたいな味するんよね。てか口に入れたらまだ緑茶なんだけど、飲み込んだ瞬間桜餅、すごいじゃろ、すごい。ワンバンコって、えワンバンコもなんかネタであったの、ワンバンコ、怖いものなし。こんにゃさんバラありがとう。確かにこの日、この日も切れたらやばい、やばいやばい。奈良西さんバラありがとう。そう、選んだわけじゃないよ。そう、あ、くるくるのこと大大大好き。天才がいました、ここに。天才。買ってみて。全然ですみたい。確かに。大大大吉って、確かに何言われてみたら。君の全然前世から僕は君を探し始めたよ。その不器用な笑い方を。てててて。甘くはない。桜緑茶は甘くはないんだけど。でも桜餅、でも桜餅の匂いだから、まあ実質桜餅かなっていう。赤色さんとさ、レインボースターありがとう。柏木まさきさん結婚してありがとう。やだけど考えとくね、危ない。柏木まさきさんバラありがとう。そう、どうしよう、タワーのお礼先しようかな。どうしよう、これは後でいいか。なんかね、どうしたらいいんだろう。コメント来たらその都度やろうかな。やったとかチェックする。クルトソと立ち話できる券どこで買えますか。ちょっと運かもしれないですね。そう、今日はね、コロナ散歩行ってたらね、近所のおばあちゃんと立ち話をしました。おばあちゃん全く知らない人で、たまたまコロがこう駆け寄ってって、そのおばあちゃん、なんかコロ結構人懐っこくて、なんかすぐ行くんですよ、他の人間とかに。くるくる以外の人間にもこうキュンキュンってもう可愛こぶって行っちゃうんで、それで、あ、行ったと思って、こう、まあ普通通りすがりでさ、犬が来てもさ、あみたいな感じじゃん。でもそのおばあちゃんはなんかもともと犬飼ってたらしくて、なんか15匹ぐらい飼ってたって聞いた。15匹ぐらい飼ってて、飼ってたから多分犬が好きだから、こう止まってね、こうファンファンファン、かわいいねーかわいいねーって言ってくださって、そこからっていういろんな話になって、うちは猫飼ってる、ね、猫飼ってるから犬がその反応、猫の匂いがしたのかもしれないとかって、あ、そうなんですね、猫かわいいですよね、動物、そので、なんか結構のその方の昔の頃は野良犬とかも、最近あんま野良犬はいないけど、野良猫はまあ結構いるけど、野良犬とかも結構いて、でも野良犬は保健所とかに連れてって殺処分とかされちゃうから、私が連れ帰ってたんだよみたいな。すごいお優しくて、でもそれで15匹ぐらいになったって言ってて、すごいすごいです、でも悲しいですよねって言って、めっちゃ話めっちゃ話してるやん。そう、クワジルクさんバラありがとう。人間呼び、人人人。え、ミホリンさんがこれはなんて読むのかな、 CM Now?
最新号で大食いの後継者をくるくるって答えてた。え、待って嬉しい大食いの後継者として認めてくださったんですか、あのみほりん様が。え、嬉しい、ちょっと頑張ります。大食い最近ちょっとごめん食べちゃうんだけど、どうしようどうしよう。ツイッターの写真のほっぺはあれはね、自前のほっぺで、あの疲れて顔が赤くなった。そう、その知らない人と話しちゃった。こいつさんバラありがとう。てかどんさんバラありがとう。犬は本能的にこの人に挨拶してこようって。わかる、コロちゃん分かったんだ、いい人でした。でも多分こうやって話して次会うことまあほぼないと思うんですけど、一回きりのまあ人生いっぱい人と話しておきましょう。萩さんバラありがとう。待って待って、みほりんさんルームグミ見ました。見たよ、見た見た。そうくるくるチャーハン食べたからね、今日夜ご飯食べてきた。今日お寿司、もうあの最近ちょっとお寿司のことで騒がしくなってるけど、それをよく見るから、もうお寿司が食べたくて食べたくて、もうお寿司マジ食べたいってなって今日は食べました。竹まさるさんチョコのバラありがとう。え、ちょっとじゃあさ、あのタワーのお礼していくね。え、でもコメント来たらじゃけどうしようかな。遅くなりました、こんばんくるくる。あ、今行っちゃおう。こんばんくるくる。ランズさんかわいい、ありがとう。あ、待って、オノピーさん、オノピーさんタワーありがとう。今行ける？スクショ。え、ちょっと字ちっちゃいかも。リコチさん今日ヨーグルト2キロ食べた。え、見た2キロってどういうこと？2キロ。スクショタイム。オノピーさんタワーありがとうございます。いけた？いけてないかな。まあ、もしできてなかったらもう一回言ってください。くるくるは玉露だというかな、飲んだことない。え、待って、玉露聞いたことないかもしれん。お茶で最高級の品。え、飲んでみたい。お茶いいよね。じゃあもうこの流れでムニエルさんムニエルさんタワーありがとう。え、これ見えないかな、もしかして。えい、ミニュールさんタワーありがとうございます。あの、もし取れてなかったら言ってください。お、今コンビニ寄ったら桜緑茶あった、ぜひ買ってください。大大大吉ゲット。山さんいちごありがとう。あ、初見です、ありがとうございます。ぜひフォローお願いします。クラレンパさんいちごありがとう。アップ、あ、え、そうよね、ちょっとちっちゃいかも。え、ごめん、ちょっとなんかあれ悪いね、あの流れ悪いね申し訳ないな。ほい、そう、桜緑茶ね、発売されたばっかりなんですよ。サザエさんバラありがとう。あ、アナス大切にするね、よかったよかった。オッケー。35番の子がくるくるさん可愛いと絶賛してたやばい。え、リアルにもしかして両思いってことですか。お願いします、付き合ってください、お願いしますそう、今日肉の日だよね。けいちゃんさんバラありがとう。前茶が好き。前茶聞いたことある。くるくるは緑茶山さんタワーありがとう。山さんありがとう。なんかペンがねもう全部薄くてやばいんですよ、もうギリギリで書いた。あ、煎茶か、煎茶。ありがとう、取れてなかったら言ってください。
ごめんね、いいよ全然。けいちゃんさん猫ありがとう。ふりかけふりかけ、やしんさん結婚してありがとう。やだけど考えとくね。あ、自分もお願いいたします。オッケーオッケー。あ、ちょっと待って、ヤマさんのアップね。とフリエさんのアップ見える顔が。オッケーオッケーオッケー。早いかな、まあ、いいかまあいいか。35番ちゃんの、ま、ママさんもくるくるめっちゃ可愛い。ええ本当あ、え、あ、この流れ、あ、自分に来るかと思った。行っちゃいます。くるくるの桜緑茶宣伝で売り上げ急上昇。え、なったら嬉しいな、売り上げ急上昇に。待って、柏木まさきさん、柏木まさきさん、タワーありがとう。柏木まさきさんありがとう。アップでくるくる目が映ってるの、ありがとう。やばい、目めっちゃ見開いたら、わざと遅いんじゃないわざと遅いんじゃないんよ。くるくるかわいさ共通、え、世界共通。けいちゃんさんかわいい、ありがとう。トイさんハートありがとう。あ、トイさんいっちゃおう。オロチさんハートありがとう。待って、私コメントも遅いな。トイさんありがとう。こちらこそありがとう、イベント遅くなってすいません。トイさん、あ、うつ、トイさんありがとう。めっちゃ可愛い、ありがとう。あ、ジャスミンティー飲んでるよ。ジャスミンティー美味しいよね。っていうかさ、トイさん結婚してありがとう。やだけど考えとくね。そう、なんかさ、タワーのお礼でさ、なんかさ、あのイベントの時に初めて来てくださって、でイベント終わってからそっから一回も来てくださってない方とかもいらっしゃって、その方に何て書いて、何て書こうと思って、でさ、多分来てないのかな今日も多分。そう、え、どうしよう、ちょっともう自分から呼んじゃったりしようか。中村さんいらっしゃるよね。中村さん今、あ、でも星集めとか言ってたりする、もしかして。中村さんコメント来たらいいしよう。おっす、あら、くるくる、あ、あ、はい、いたありがとう。あ、え、待って、映ってた今、映ってた、アップ。ありがとう、ありがとう。あ、星集めで笑っているおしるしさん、おしるしさんいっちゃおう。おしるしさん、あ、中村さんありがとう、たくさんありがとう。おしるしさんタワーありがとう。ありがとう。
おしずしさん、元気出し支店長さん、コーヒーカップありがとう。おしずしさんアップ、もしスクショ解いてなかったら言ってね。全然オッケーオッケー、あ、スクショできた、よかった、ありがとう。これで一冊目はたまりにたまった一冊目使い切りましたよ。皆さん見て、30枚ありがとうございます皆さん。さあ、オッケー、おしりさんありがとう、ありがとう。え、それ一旦普通の話しようかな、待って待って、結構おるんじゃった、そういえば。そう、あ、やばいやばいやばい、いっぱいおるわ、いっぱいおるわ、やばいやばいやばい、あとこの、あ、いくつ全部読んじゃう。クルリンパさん、レイモンさん、おとん、おとん、クルリンパさん、レイモンさん、おとん、シンゴさん、シンゴさん、ナナセンシルさん、成田さん、きのこさん、レモン丸さん、マキマキマキさん、まっちゃんさん、あ、まっちゃんさん帰ったって言った、今書いたって言ってた。勝丸さん、お呼び出し中、いたらぜひ。ようやく帰宅、あ、まっちゃんさん帰宅してる、ちょっと落ち着いたらじゃあ出そうが帰宅してすぐ、あ、スクショスクショってなった大変なので、じゃコメント来た順にしよう。あ、もういる、いるようだと、本当だ、 OK、 もう OK そうだ。くるくるチャットリデビュー準備万端か、楽しみにしてるよ。あ、やばい、緊張する、頑張ります、やばい、どうしよう、緊張してきたよね最近ちょっと、頑張ります。いるよ、あ、まっちゃんさん、待って、あれ、え、俺を呼ばれたって言って、待ってまちゃんさん、ありがとう。誰も返事がないあ、クルリンパさん いらっしゃいますね。え、待って、俺呼ばれたって言ってんだけどさ、え、そうなんよ、あの最終日にタワーくださった人は全部お母さんがメモしてくれてて、そのクルコになったから、最終日の場合は自分でスクショができなかったからお母さんがしてくれてて、正しいか分かんないんだよねそうだから、もしかしたら漏れてる可能性もあるので、え、でも自分から私タワー投げましたっていうのもちょっと気まずいかもしれないけど、そう、でもお礼をしたいのでぜひ言ってください。マキマキマキさんは違うのかな、もしかしたらちもう手紙書いたんだけどウケるえ、投げた記憶はない感じ、もしかしてケンちゃんさん、バラありがとう。終わったら教えてください、帰ってきます、あれ、教えます教えます、グミあげるから出てきて、ほんと。あ、クルリンパさん、いきまーす。見える、見えるかな。リンパさん下の方薄いな、聞きたくないよ、ありがとう、乗られ
あ、投げた記憶ある。オッケー、大丈夫じゃん。ふくちゃんさん、かわいい。ありがとう。あさっての昼公演取れたので行きます。チャットリの初くるくるにある新しい。楽しい。楽しもうね、本当に。いやー、緊張するな。緊張するな。マッキー。あ、待って、奈良選手さんもいました。あ、本当やん。気づかなかった。待って、ちょっと待って。巻き巻き巻き。明日のうち機会申し込み順だから鍵開け。え、マジ。じゃあちょっと楽しみにしとくね、明日の誰からか。私まだ分かんないから。ありがとう。外のせいじさん、かわいい。ありがとう。クロニパさん、ありがとう。ありがとう。七瀬シルさん、ふん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 。あ、しんごさんいらっしゃる。しんごさん、ちょっと待って。七千シルさん、ありがとう。クレンパさん、かわいい。ありがとう。ありがとう。いけたかな。アップで。くるくる真面目そうな顔してて面白いから最強。どっちも兼ね備えちゃってる。なんだっけ、兼ね備え。トゥ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 。男子ありがとう。奈良選手さん、ありがとうございます。ガンダムボタンのバレてるやん。バレ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 やで。投げた記憶ない。ほんまに言っとる。本当に。ちょっとイベントあのショールームイベント、ちょっとね遅くなったんですけどやってますよ。でも結構その1月1日2日も投げてくださってる。慎吾さん、七千シルさん、してあ、クマちゃん、ありがとう。クマ、ありがとう。慎吾さん、ありがとう。ありがとう。アップ。チェキ申し込み順、ごめん、鍵閉めかも。じゃあ鍵閉めを楽しみにしてますね。じゃあ誰か覚悟をめっちゃ待たんといけんかもしれない。でも今日パセリさんとか見てて、あの先に数人呼んでやっていくっていうのも確かにありだなって思った。オッケー。コマやっと帰れた。お、お疲れ様。キノコさんも帰ってるよ。今いけるかな。いけたらいけるって言うて。くるくるの観察力すごい。本当？全然です。次回仕事終わりだからいい感じのタイミング。そうよね、いい感じのタイミング希望だよね。本当に明日の次回仕事終わってから見に行くから、俺の番でいなかったら適当に書いてください。そうだよね、6時って結構難しい時間帯ではあるかも。確かに。あ、いけるで、オッケー。なんでいきなり、待って、これなんだっけ、フィフ、なんて読むんだったっけ。待って、その最近見たんやね、そのフィフティー、フィフティーエイ、こういう、そうなんだ。なんか、悲しいさと。あ、きのこさん、ありがとう。
の子さんありがとう。アップで最近ねチェキに22時まで粘ってもほんと怒られちゃうかもしれないよ怒られたらどうしよう。数人呼んだらいいね。ちょっとやろう。数人呼ばわした、ありがとう、ありがとうございます。もし解いてなかったら言ってね。最近ちょっとめっちゃもうキンキン、昨日今日でハマったことあるんだけど、ちょっとめっちゃ言おうか迷う。この内容は言おうか迷います。待って、もう一回お呼び出し。あ、バッチリ、よかった。明日仕事早ら、早がりしてしとする。ありがとう、くるくるのために。チェキ会か帰宅のタイミング、いやそうよね、難しいよね、そうよね、そうよね、そうよね。将来ユミリさん、ココアさんに続く美人なのかも。え、本当ですか、嬉しいんですけど。頑張ります、美人になれるように。行きます。デイモンさん、みちおさん、あ、お呼び出しです。デイモンさん、みちおさん、おとん、あ、待ってよ、おとん、あ、結構いたかもしれん。成田さん、レモン丸さん、勝丸さん、おとんいそうだけどな。え、明日の今頃カイトンかな。明日のチェキ会の名前、お話し会で言った通りひらがなでいいからね。オッケー、じゃあひらがなにするね。シンゴ、うん、なんか、あ、ちょっと危ないなんか名前に絵文字、なんかへ、その茶色い絵文字が入ってる。確かに私、そうチェキ会最終日、びっくり、最終日。この前のサイン会は後ろから5人目だったからだんだん心細くなって確かに待ち、あれちょっと申し込み忘れたっけみたいなけいちゃんさん、バラありがとう。明日は雪降るとこ、え、待って、やばいかも。え、そうよね、そっか、話したよね、金曜日、結構金曜日雪降ったらやばい。そう、ちょっと話すの迷ってる。でも多分私、そのさっき言いかけたことを言ったら正統派じゃなくなっちゃうからやめとこう。正統派くるくるじゃなくなっちゃう。明日東京の人は会社から帰れないかも。やばい、会社からくるくるの機会見ることになっちゃうかもしれない。アラチさん、結婚してありがとう。やだけど考えとくね。まあでもそんな正統派じゃなく、まあ、そんなでも変なことじゃないけどね、変なことではないけど、正統派の内容ではない変なことではない。でもベニちゃん、バラありがとう。じゃあ映画の話しよう。映画、このあずみんとね、この前映画を見に行ったんですよ。実はそう、レジェンド、待って待って、レジェンド、待って、なんだっけ、レジェンド&あ、違う違う、なんだっけ、なんだっけ、キムタクさんのスーパー&レジェンドじゃなくてレジェンド、なんだっけ、なんだっけ、あ、レジェンド&バタフライ、それです、レジェンド&バタフライ。迷ったら話す、やめとこやめとこ。明日雪から逃げるように広島に向かいます。待ってるよ、気をつけてね、雪降らないように。会社からみんなでチェキ会見る、お、みんなで見てください、みんなでお願いしますみんなでみんなで見てください。キムタクさん狙いじゃないですよ違いますよ。レジェンド&バタフライはね、あずみんが見たいって言ってたやつで、ラーゲリが私だな。ラーゲリより愛を込めてとレジェンド&バタフライを見ました。そう、綾瀬はるかさんのなんか連続で見たんですよ、1時間半空きぐらいで。
あの戦国系見るの私初めて。ドラマとか映画で戦国系とか見たことなくて初めてだったんですけど、もうやばかった。なんか想像以上にその血が多くてびっくりした。そっちかい。でもさ、あれじゃん、織田信長のお話だから、織田信長さん本能寺の変、もう見てる途中にさ、もう途中から本能寺の変、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 はい、1582年、合ってる、582年、本能寺で起こった悲劇、織田さんが家臣の明智にしばかれる話、どうして明智にしばかれたんが、もう頭から離れんくなってからこれから明智さんにしばかれるんだな、織田さんとか思いながら見てた。大我慢に近い、めっちゃいいと思いますよ。いいと思います。ニックネームやばいのみんな見れない。そうなの。あ、そう、姫ごとですもんね。姫って。くるくる歴史はね、好きなんだけど、そのテストとかなったら嫌い。あのテストは答えられない、覚えられないんだけど、その歴史とかは面白いと思う。綾瀬はるかさん、広島出身。美しかった。そうサスペンス以外の映画も。そうなんよ、サスペンスね探したんだけどさ、この時期やってなかった。私が見たいサスペンスは3月4月5月ぐらいに一気に公開されるんで、私はそれを見に行きたい。二宮和也さん、狙いじゃないですよ。そんな狙いで見に行かないですよ映画は。ラーギリだって、ラーギリより愛を込めてとか結構内容も重くて、こうノリで見に行けるような映画ではなかった。ノリで言ったわけではないけどね。そう、連続で見るとき前の映画と切り替えられる。私、なにわさん小判ありがとう。そう、本能寺の変結構ね覚えられる。本能寺の変誰だったっけな、このネタをやってる方。戦国時代詳しくないの。でも戦国時代、怖くない？戦国時代とかに言われたらさ、もうちょっと怖くて私生きていけないかもしれない。キムタクさんと同い年。待って、キムタクさんって何歳なんだ。キムタクさん、広島って意外と有名人多いんですよね。そう、アンガールズ田中さんとかもそうですよね。吉川浩二さん、くるくるの直感のために明日ジャッシュで帰って、転ぶ未来が見える。ちょっと転ぶのは。そう、シベリア抑留の話。そう結構ね、もう私マジで泣きそうだった。ラーゲリより愛を込めて本当に泣きそうだった。もうやばいやばい、でも我慢と思って。いちごパンツで1582年覚えてる。確か覚えやすい。いちごパンツ履いた織田信長みたいなこと。上映時間2時間ずつ、ラーギリが2時間半ぐらいで、そう、あのレジェンド&バタフライって長くて3時間ちょいぐらいあった。長かった。でもすぐ時間経った。キリンが来る知ってる。で、見てないけど、大河ドラマでは信長と光秀、明智光秀の関係がビエル寄りになってた。そうなの。大河でそっちの関係に行くんだ。それも完全に作り話ってことか。キムタクさん50歳、知らなかった。お父さんより年上だ。西城秀樹さんも広島。西城秀樹さんもか。西城秀樹さん、一番最初に女性用の下着をつけたのは秀吉。徳川家康じゃなくて、もっとこれなんだっけ、秀吉待って、誰秀吉だっけ。織田信長、
あ、豊臣か、豊臣秀吉さん、豊臣秀吉さん、え、女性用の下着つけてたの？なんで？なんで？え、でもマジでどっちもいい話だった、いい話だった本当に。え、マジ泣けた本当に。てかそのラーゲリの方もうみんな泣いてた、周り、周りってもう知らない人よ、もうこう、まあシーンってなるじゃん映画中、シーンってなったらみんなもう鼻をすすってた、もうそれにつられそうなるから、もう、もう映画に集中、でも映画集中女優さんで CM 契約料一番高いのは綾瀬はるかさん、え、すごい、いや綾瀬はるかさんすごい、私え、あれ見てたんだよね、綾瀬はるかさんのアクションドラマ面白かったな、っていうかもう最近その映画とかドラマをその演技の方で見てしまうようになって、もうこの人はどう思ってこのセリフを言ってるのかなって思いながら聞いてる、聞いちゃう、なんかどう、何を意識してこのセリフ言ってるのか、この表情してるのかっていうのを見てしまう、最近もやばい、キムタクさんに告白されたらどうする、ごめんなさい、私はみんなのものなんですみんなのものなんです、え、待って、タイタニック号、タイタニックもさ、タイタニックも映画やるよね、あれさ、まだ私見たことなくて、泣けるよね、ちょっと見てみたいかもしれない、タイタニック、タイタニック、え、でも結構心に来ちゃうかも、そう、感動、花粉症でみんな鼻すすってたの、もしかして本当に、本当に、本能寺の変は エクスプローションエクスプロージョン、待って、それ初めて聞いたかもしれん、エクスプロージョン、くるくる、ない、くるくるはね、な、泣きそうになったけど抑えた、ゆうかぴかわいいね、ありがとう、嬉しい、いちごパンツ履いてるのがバレるのが嫌で火に飛び込んだ、秀吉さん、え、待って、そんな、え、マジで言ってる、え、ちょっといいじゃん、それはバレてもいいじゃんいいじゃん、あ、放課後申し込んだ、ありがとう、ワクワクワク、みんな今日までだよ放課後ホームルーム、ツイッター見た、みんなコメントした、くるくる会いたくて泣いてる、嘘の機会、嘘の機会、本当に泣いて、本当におしりさんグー、ありがとう、いや女優さんで、もう私なんかに女優さんできるなと思ってないから目指してないんですけど、そう、愛知県、広島県、福岡県、あ、確かに福岡も芸能人の方イメージ多いかもしれん、橋本環奈さんとかも、あ、こんばんは、初見ありがとう、奥さん、あ、奥様は取り扱い注意、それ、それ見てました、それ見てました、私のロシア語の先生、本当にシベリアから帰ってこられた人、え、すごい、た、そうで、え、でも何歳だ、すごい、100点のこと。キムタクさん。すいません。オノピーさん、ハット、ありがとう。でも、お前なんかが断るなんて、そっちで炎上。クルリンパさん、かわいい、ありがとう。そう、タイタニックまたやるらしい。え、撮り直ししてるのかな、そのままかな、いや、なんか、帰ってきたみたいな書いてあったから。キムタクさんっぽく、ちょ待てよ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 、全然できないんだけど全然できない、ちょ待てよ、放課後ホームルーム、サヤカリンさんが先輩が回すの、くるくる回してもらおうかな、え、そう言ってたの、いや私回しますよ、サヤカリンさん、私がカリさん、くるくるガンニバル、ちょっとトラウマになる、ちょっと見ないかなちょっと見ないかなとか言って、え、
え、歌手人口あたり1万の広島県。え、そうなの？すごいすごい、そうなんだ広島。でもさ、 STU もさ、その歌手の中に入れてもらえたらさ多いよね。あ、ライオンはそのままなのか。え、でも見てみたいな。トゥルルルルル。最近ちょっと予告でさ、怖い映画流すのちょっと嫌なんだけど、怖すぎる。なんか、エロ MS タイム、エロ MS タイムみたいな、なんか、なんていうドラマ、あ、なんていう映画、橋本環奈さんの新しい映画、まだ公開されてなくて、その映画見るときに、予告で、エロ MS タイム、エロ MS タイムって流れて、なんかなーって見てたら、なんか急に怖いのが、飛び出してきて、もう、あずみと一緒にこうやってやってた。マジ怖い。柏木まさきさん、コーヒーカップありがとう。甘やかしちゃダメ。くるくるさやかりんさん攻めれないですよ。さやかりんさんも超絶可愛いので、甘やかして、もうその上から目線なの、甘やかしてて、甘やかさせていただきます。甘やかさせていただきます。ん上から目線じゃない、言い方が分かんない。すごい経歴の年配の先生でした。シベリアの話が映画では表現できないような、いやそうですよね、やば、もう、いやでも戦争は絶対に、いやでも今もやってるところもありますもんね。あ、それだ、禁じられた遊び、それじゃあ、え、マジ怖い。え、待って、私今言ったからさ、出ちゃったりする、もしかして。待って、やばいかもしれん。どうやってやったらそのなんかお化けが召喚されるとか知らんけどさ、今ほらもう2回唱えたよ私。もしかして死ぬ、やばい。くるくると怖い映画見るスペイベ開催します。開催します。禁じられた遊び、嫌な、怖すぎるマジで。本当にくるくる甘やかしたい、甘やかしてください。くるくるは、くるくるは甘やかしてください。え、そうよね、そろそろさ、コールの時にくるくるなんて呼ぶかもうさ本格的に決めんといけんよね。え、待って、これ情報解禁出たんかな、情報解禁したんかな、かすみ草について、かすみ草とステラさんのフェスについて、フェスについて、横顔もかわいすぎ、嬉しい、横見ちゃうドエスクルクル発動するとき、ドエスクルクルはめったに出ないですね。てかドエスクル、ドエスクルクル、え、どういうのをドエスって言うんだろう。話しかけんなよ。これは？これただ性格の悪い人かな。もしかして自分、最近自分も肩にお化け乗ってましたね。乗ってました。見えちゃった私。怖い映画見てくるくるの手にこっそり手を重ねようとしてこちらがはたかれるスペイベ。あ、それがドエスですね。ドエス、ドエスペイベ、ドエスペイベやりますよ。反抗期感じ悪いの。話しかけん、あ、呼ばれた、呼びました、呼びました、成田さん呼びました。握手会でファンの手の甲をつねるいいの、つねってもガチで、ガチでつねりに行く。成田さん、あ、レモン丸さんいらっしゃい、ちょ待って、え、出てないのかな、あ、多分まだか、やばい、声出しね。あの20日渋谷のフェスも声出し OK だっけ、それはどうだったっけ。成田さん、タワーありがとう。スクショタイム、ありがとう、アップで
字が小さいのでね。成田さんありがとう。声出しね。え、どうしよう。くるくるくるた、ありがとう。スクショできたかな。できてなかったら言ってね。レモン丸さんもいらっしゃったよね。レモン丸さん、待って待って、今何時だ。39分だ。呼びやすいのは優香、でも個性があるのはくるちゃん。え、そう、え、そうだよね。個性くるちゃんなんかなかなか聞かんよね。それでもそれでなくても優香って結構名前ね、あれだもんね、あの多いからね。優香もうどうする、3期生の子に優香ちゃんいたら。優香ちゃん、くるちゃん、え、どうする、どうする。これはあれかな、あれかな、待って、あでも、あ、うん、中村さんがくるくるちゃんとってもいいといつも言ってるので来てみました。かわいい。え、ありがとう。あ、宣伝もありがとうございます。嬉しい。くるくるはとってもいいです。かわいいし面白い。よろしくね。レモン丸さん、タワーありがとう。あ、待って、ショールームイベントって書くの忘れてた。レモン丸さん、待って、いるかな。あ、スクショした、よかった。ありがとう、レモン丸さん。もし、あの、スクショできてなかったら言ってね。アップ、アップ、アップ。ゆうかがいっちゃん、かわいいよ。一応一回ちょっと自分で叫んでみよう。そうだよね、 3文字がコールしてる。そうだよね。いや、くるくるはもう優香というよりくるくる、めっちゃわかる。そうなんよね。しかもそもそもありがとう、スクショもし解いてなかったら言ってね。あの、そもそも私学校でも苦しまって呼ばれてたから、下の名前で呼ばれること本当になくて、自分が優香だと思ってない。本当に私は優香ですか。もう苦しまのイメージしかなくて、ちょっと叫んでみよう。超絶かわいい優香でしょ。これか、超絶かわいいくるちゃん。あの、優香の方が、まあ、言いやすいっちゃ言いやすいよね。優香の方が、優香。もっともっとでも声張らんとな。超絶かわいいゆうか。やばい、苦しま、超絶かわいい苦しま。いいね、苦しま。いや、ウケる。苦しまさんと呼ぶと、苦しまさんとも結構、苦しまさん、いいよ。苦しま、そもそも苦しまいないからね、その、この、あんまり、苦しま、苦しま、人類に苦しま。まあでも確かに、初見で、あれしたら、言うかのがしっかり来るのあるよね。なんかさ、だってさ、初めての現場とか、他の48グループ、あ、違う、間違えた。STU の中のその、他の子をしてる子、くるくるがくるくるは知ってるけど、くるちゃん、くるちゃんって多分優香の配信、やばい、一人称は優香、くるくるの配信見てる人しかわかんないかな。情熱可愛い、くるしまさん、くるしまさん。じ足らず、じ余り、じ余り、恥ずかしいな、叫ぶの、いや、叫ぶの恥ずかしいよね。あ、また来ました、ありがとう。苦しい苦しい苦しい、やばい、苦しい、面白いな、苦しい。確かに叫んじゃった今、うるさいかな、まあいいか。フェスで言うかって叫んで思った。
やっぱ優香だな、優香だな。やっぱり最近どない、調子はいいよ。クルピー、クルピー流行らす、クルピー、クルピー、アンピーさん、クルピーさん、クルちゃんですっていうギャグ好き。クルちゃんです、わわわわ、クルちゃんです、クルちゃんです。苦しいは苦しい、苦しい、苦しい、苦しいが可愛すぎて苦しい。オキポさんはね、多分ね、オキポーだと思います。オキポーだよね、超絶可愛い。オキポー、オキさん、オキ、ユウカ、いい。超絶可愛い、クルシマユウカさん、やばいよ。でも早口で、早口かつ大きい声。クルシマユウカさん、超絶ハードルの高い。あ、うまくいけば奥さんもレス作れるかもしれない。あれあれ、大丈夫大丈夫。クルタン、確かにクル、クルタス、あ、クルタスは4文字なのか。クルタ、クルタンは合うね。なんでなんだ、クルタンとさ、クルタソーってなんで合わんの。え、だってさ、同じクルタンでしょ、クルタソー、文字数同じなのになんでこうなるんかわからないけど、私クルタン、クルタソー、クルタソー、クルタン、クルタン、あ、45分ありがとう。クルクル、ピンクのトトロさん結婚してありがとう。やだけど考えとくね。最初のクとルの間を伸ばして、あ、クールクル、クールクル、あ、違う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 、クールクルね、確かに、あ、確かにね、それもありだよね、そこのあの伸ばし棒でね。あ、クルタンは3小節、え、なるほどね、難しい。クルタン、クルミンはアズミンと混ざっとるんよ、クルミンはアズミンなんよ。クルトン、クルトンで行く、 CM 来るかもしれない、クルトンの。とりあえず、まあ、一旦ユーカ推し、ユーカ推しで行きましょう。一旦クルツンは混ざっとんよ、それツンツン混ざっとんよ。え、待って、あとスクショタイムする前にさ、私が引いたガチャガチャ見てよ、見てこれ。僕はこの夢を眺めてる時クルクルコールしてしてほしい。人生で、え、聞きたい聞きたい聞きたい。見てこの、これね、ガチャガチャなんだけどさ、めっちゃお守り可愛くない、これ推し活お守り絶対引ける気がん。他にさ、なんか最善確保みたいな、なんかそんな感じの内容とかあって、それが欲しかったんだけども、ちょっと絶対引ける祈願が出たんだけど、まあいいとしましょう。でこの絶対引ける祈願って、何絶対引けるって何のことって思ったら、あの推し、推し、あの生写真とか七並べとかのガチャの推し、推しの引き運祈願っていう意味だと、これしかも開けれるんですけど、クルピー、クルピーもなんかかぶってるのよ、クルピー見た？一緒、確かに色も ST っぽい。でこれ中にこれ入ってて、これ入ってて、おみくじ、座席運、みんな座席運いいよ、座席運、金運、あ、ちょっと金運やばいかも、金運、地引き運、ちょ、地引き運もマックス、美術運マックスマックス、美術いい、マックスマックス、視界良好運マックス、いいです、いいです。推しのグッズは定期的に買うと吉らしいですよ、皆さん。これおみくじ、あの入ってるんですよ中に、面白くない、いいよね。これとスクショしよう。人間関係出だし歌ったらしい、人間関係、人間関係、人間関係、得意な方じゃなくて一人きりが一番楽だと。いや絶対緊張するよね、クルキューとかクルヤンとか。めっちゃコラボする、ニックネームコラボね。よし、それでは、あ、スクショタイム、
津田まやさん可愛い、ありがとう、尊いもありがとう。あさって最善探してね。探す探す、ありがとう、すごい。おみくじ、オッケー。待って、ビジューンいいの嬉しい。ビジューン、みんな今なら自引きできるっぽいから、ランダムグッズでもオッケーっぽい。明日、あさってチャートリの、確かにあるのかな、あるのかな。席悪かった。たこれからかな、これからかな、多分。ありがとう、スクショタイムちょっと適当だった。え、くるくるファン、え、嬉しいな。お母さんがくるくるファンですって。ちょっとに偽関西弁したら、その関西の方に嫌われるって聞いたんでやめときます。ちょっと 偽関西弁しちゃいそうになる。怒られるよ、怒られるよって聞くんで、偽関西弁は関西の方に。明日の関西、明日、関西じゃない、明日の時間よろしくね、こちらこそよろしく。あ、確かに自己紹介の時にコールは何々ですって言った。確かに。ランダムなんて信じない。わ、カチコ、わ、カチコ。いや、そうね。ランダム結構ね、もう賭けですよね。はい、これです。スクショ。このスクショ待ち受けしたら、運気上がります。運気、運気。ありがとう。それでは壇上読もうかな。ビジュって、え、普及した言葉、確かにビジュみんな使うかな。女性の汗関西弁可愛いからどんどんしてほしいやで。ほんまかいな、ええんか、ほんまに関西弁、汗関西弁使ってええんか。うざいって思ったらどうしよう。楽しもうね。チェキまだ取ってないよ。そうなんよ。あ、かわいい、嬉しい、嬉しい、めっちゃ嬉しいねんけど、嬉しいわ。京都、確かに京都っぽさあるよね。嬉しいドス、嬉しいドスわ。それでは壇上読みたいと思います。13位クリボーさん、ありがとう。12位サザエさん、サザエさんありがとう。11位ナラニスさんありがとう。10位オノピーさんありがとう。9位テカドンさんありがとう。8位トイさんありがとう。7位オロチさんありがとう。6位柏木まさきさんありがとう。5位キーちゃんさんありがとう。4位七千秀さんありがとう。3位山さんありがとう。2位中文さんありがとう。そして1位はドゥルル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 パーン、クロリンパさんありがとう。クロリンパさんありがとう。あ、気まずい笑顔お願いします。みんなありがとう。ありがとうございます。皆さん、タワーのお礼も遅くなってすいません。皆さんありがとう。あ、優勝ありがとう。銀河一ありがとう。あ、今日もよかった、嬉しい。そして明日はチェキ会、明後日はチャートリー初日。あ、ドキ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 、緊張する。楽しもうね。明日もなんか緊張するんだけど。あ、そしてあの放課後ホームルームの受付が今日までになっていますので、皆さんぜひ待ってます。今日まで待ってます。あ、そして
お話し会の決済も今日までらしいので、皆さんぜひお忘れなくお願いします。それでは明日も楽しもう。あ、明日朝配信、朝配信です。おはよう。ちょっとまああんま喋らないかもしれないですけど、朝待ってます。おやすみー。